今度こそあれは返してもらう。この子の記憶も一緒にね。ほう、もう金縛りの術は効かぬようだな。いいスーツね。牙が通らないなって改良した。前は簡単に逃がしてしまったからな。今回はさせる。いつき、あなたには、仙人。前回は手を焼いた。体が金縛りの術解いていなかったのか。己すぎよ。スーツの隙間に入れる小さな蛇でも毒の力は十分。もう動けるでしょう。どうするの？私はここで探し物がある。すぐ。僕を騙す気？いや、この面を取ればその逆だとわかる。一つオロチマルからは本当のことは何も知らされていないのだろう。俺の時と同じならばな。お前はそれで前に余計な記憶は消してやったというのに、今度は逆にそれを利用されたが。オロチマルが作った人造人間、奴の欲を満たすための器。器はかつて月と呼ばれ、人間。ここで奴が探しているものは、俺たちの元となった灰だ。それを培養して、俺たちは作られた。だが、その灰の入ったケースを開けるには、オロチマルが持っている鍵が必要。繰り出した。身勝手な造作物だ。自然をねじ曲げた神の真似事、オロチマルの自己愛を投影した。奴の欲の器そのもの。オロチマルは自分の都合で俺やお前のような存在をどんどんと作る。俺もお前もこの世に存在すべきではない。どんな皇帝で生まれてきたにせよ、あなたたちは他と何も変わらない。あなたたち望んでいたことか。私のような忍びがこう望むのはいけないことかしら。人が唯一何をしても許されやった行為の免罪符のつもりか。全てをコントロールできると思ってるのか。神の真似事をしているつもりはない。神が私たち、それこの間違いに気づく。お前がオロチマルを止めるんだ。大人になったお前が言ってるんだ。必ずそうする時が来る。三月、僕のことは僕自身が決める。